コーナー福島県高等学校藤井純選手の試合を行います。男子個人対抗戦60キログラム級準々決勝、赤コーナー埼玉栄高等学校荻野海司選手対青コーナー美南高強高等学校竹内亮選手の試合を行います。
井岡幸太郎選手の判定勝ちでした。井岡幸太郎